試合で勝つにはいかに相手の意表をつき自分のショットを取らせないか、相手のミスを誘うかが重要です。プロのテニス選手ともなれば、驚くようなフェイントで相手を騙し試合の流れを勝ち取っています。左右どちらに打つか、ドロップなのかスライスなのか、次のショットを相手に読ませない、その技術はまさに神業です。こんにちは、テニスソウルです。今回の動画では、観客も騙された見事な凄技フェイントトップ7を紹介したいと思います。一体誰がフェイントで観客を魅了させているのでしょうか。それでは見ていきましょう。7位、2017年ドバイオープン、アンディ・マレー。フィリップ・コールシュライバーとの対戦で、第2セット相手のマッチポイントという逆境の中での華麗なドロップショットでした。短くなったショットをマレーは回り込み打ち込むと思いましたが、スイングする中でドロップに切り替え、不意をつかれたコールシュライバーはそれに追いつけませんでした。スローで見てもギリギリまでドロップを打つようには見えません。繊細なラケットさばきに見事に騙されました。6位、2012年 ATP ツアーファイナル、ロジャー・フェデラー。ノバク・ジョコビッチ戦で見せた鋭角クロスショットです。6対6、タイブレークの5対6の場面、セットを取られるか同点に追いつくかの重要な場面でした。フェデラーは前に出て短いボレーを打ちました。ジョコビッチはなんとかそれに追いつき、ギリギリクロスの鋭角に返します。それをフェデラーはストレートに返すかと思いきや、クロスに鋭角に返しました。構えからストレートに打つと思いましたが、まさかのクロスへのショットに観客から大歓声が沸きました。5位、2015年、ウィンブルドン、ダスティン・ブラウン。ラファエル・ナダルとの一戦です。セットカウント1対1で迎えた第3セット、ブラウンがドロップを打ち、ナダルが前に出てきたところで鋭角クロスに打つような構えを見せました。しかしクロスに動いたナダルを嘲笑うかのように、頭上を抜く巧みなロブを返し、ナダルのミスを誘ったのです。意表をつくショットに打った瞬間、観客から歓声が湧いていました。観客も騙された見事なフェイントでした。4位、2016年、デビスカップ、錦織圭。アンディ・マレーの対戦でファイナルセットに差し掛かった時でした。錦織がラリーの中でドロップを打つモーションをしたので、マレーはそれを読んで前に走り出しました。しかしそれを見た錦織はドロップからスライスに切り替えて、マレーの逆をつき、見事ウィナーを取りました。錦織はラリーの中でドロップをうまく混ぜてくるので、マレーも警戒していたのでしょう。それを錦織は逆手に取ったのかもしれません。一瞬の駆け引きのうまさが際立ったショットでした。3位、2015年、全仏オープン、ガエル・モンフィス。フェデラーとの一戦でのことでした。モンフィスが第1セットを3対6で落とし、第2セット2対0でリードしている場面でした。フェデラーが打ったボールが短くなったので、モンフィスは前に出てチャンスボールを打ち込むような構えをしました。しかし打つ直前で器用に手首を使い、ドロップショットに切り替えました。これにはさすがのフェデラーも予測できず、足が止まってしまいました。王者をも騙す、まさに神業でした。2位、2010年の全米オープン、ビクトル・ハネスク。ミカエル・ロドラとの一戦、第1セットを落とし、第2セット3対5という危機的状況での素晴らしいショットです。ロドラがギリギリで返したボールをハネスクはグランドスマッシュしようと構えました。しかしロドラが後ろに下がっているのを見て、ドロップに切り替え、見事なフェイントショットを決めました。スマッシュを打とうとラケットを振り下ろした後にドロップを打つという高度なテクニックを見せました。1位、2019年、マイアミオープン、ニック・キリオス。
ドゥサン・ラヨビッチとの対戦で第1セット3対1でサービスキープまであと1ポイントという時でした。ボールを数回バウンドさせサーブ前のルーティーンに入ったキリオスでしたが、トスを上げることなく低い姿勢のままアンダーサーブを繰り出しました。ラヨビッチはこれに反応できず、なんとアンダーサーブでノータッチエースを取りました。そしてそのまま流れをつかみ6対3、6対4で勝利を収めました。相手の隙をついた見事な戦術でした。いかがだったでしょうか。どれも予想がつかない凄技ばかりで、あっと驚くショットは見ていてとても興奮するものです。プレイヤーたちがお互いを騙し合う中で、観客も同じように騙され、わっと盛り上がる場面がどんどん出てくることに期待しましょう。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。